はい、アンコールワットのおそらく第3回廊だと思います。その南東の角から、中央の方へ向かって歩いていっています。こうやってところどころテカっているところがあるんですが、先ほど、そういう話をしてた時に、みんなが触るからではないだろうかというようなことを、そういう話がありました。はい、ずっとこれが、廊下に沿って彫刻ですかね、してあります。すごい、全部は取りきれませんね。やっぱり低い位置のところは光ってるけど、上になるとそういうテカリがないので、やっぱり、以前人が触ってたんでしょう。今も触ってる人いるかもしれませんが、こうやって柵があるので、おそらくみんなが触って、摩耗してくるということで柵が設けられたのでしょうか。はい、ものすごいですね。しかし、今ちょっと向かいから来た人たちと合流しましたが、とりあえず最後まで行ってみます。はい、これは弓を射ってる。ここだけ赤くなってますけど、何でしょうね、特に意味はないのか、あるいはもしかするともともと色を塗ってあったのが剥がれたりとかして今こういう色になってるのか、ちょっと分かりません。だいたい端の方まで来たので、ここら辺で止めようと思います。向こうでガイドの人に説明してもらってますね。